よし、続き行きましょう。次はフランスですね。はい、もういきなり始まったけど、レベルアップしたものを知らせる。まあ、あくまでもこれまた、あれか、練習試合っていうか、親善試合みたいな感じでやってんのかな。ちょっといきなり始まったからさ、これ、まだ新加入なしなんじゃね？フランスのサッカーは個人技が中心だ。チームワークを使って攻めろ。まだドリブルで攻めてくる感じかな。いや、海外組入ってきてねえな。マジか。中盤がね、やっぱ相当苦しいんだよ。相当苦しくなるからな。見すぎを使いたいよね。澤田アウト、見すぎイン。で、だな。で、もう前半でさ、もう正岡を飛ばせるだけ飛ばしてって、で、疲れ切ったら、佐野と澤田を入れる形にしようか。澤田、ドリブル35、パス30、シュート30、35、30、30。ああ、若干劣るな。やっぱこの辺のキャラに比べると、いや、劣るな。全然ダメだな。ああ、まあ、カズオ・マサオとドリブルは、まあ、ちょっと同じぐらいって感じか。なるほどね。むずいね。来すぎとか、ああ、なんかもうこの辺と一緒だもんね。滝。伊沢。この辺と一緒だもんな。中山。弱い。ダメだ。もう20代とかもう終わってる、これ。小田。くそー。しゃあねえな。まあ、現段階でのベストメンバーってことか。反町は、あーって感じだな、なんかな。まあ逆にこの布陣だったら反町を澤田にしても面白いかもしれないけどね。澤田、見すぎ、正雄の、なんていうの？中盤みたいなさ。それでも面白いかもしれないよね。どうなんすかね。反町ってさ、パス能力ってどうなの？33。まあ割と普通か。まあ割と普通だな。だったら反町にサイドやらせても面白いかもしれないよね。7番ね。7番の位置ね。それでも面白いかもしれないなっていうね。っていう目論見がね。あるんですけど、ちょっと一回試してみるか。反町と、誰だ？カズオ。オッケー、交代。中盤はカズオ、見すぎ、正岡。こっちの方がいいんじゃねえのって気がするけどね。よし、行こう。まあ、やることは同じです。また松山と新田使って点数取りに行くって形かな。行きましょう。いやー、だんだん疲れてきましたね。はい、まだ収録ぶっ続けてやっておりますんで。いや、曲がまたかっこいいね。新田と松山、新田は打たせない、松山も打たせない。ここ2人いっちゃダメよ。ランソン君、鋭いパス。走っているランソン君。だが届かない。さあ、もう、ボッシ君。ここちょっと3連、ね、3連勝かけての勝負なのから、まだちょっと強くない、ね、強くなってるかもしれないけども。ちょっとここはもう、行こう。パワータックル。もうタックルでいいんじゃねえか。動かない。吹っ飛ばしてやるたい。パワータックル。ボッシ君。わあ、いいね。これ完全に反則だよね、これね。もう。ひどいよね、これ。
まあ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 いいでしょう。味方がねボール持ってくれたから、ちょっと待って、一回こう見すぎにボールを出そう。ちょっとね、自動のパスもいまいち信用してないんですよ。いまいち信用してない。ランソン、ちょっとランソン君来てるけど、見すぎだったら競り勝つと思うんだよね。さあ、マサオに多分競り勝つと思うんだけど、オッケーオッケー、さすがだな。見すぎがこの位置にいることによって全然やっぱ違うわ。さあ、相手のプレスが来てるけど、ここはもうジェミニで前に出ます。相手の猛プレスが来てるけど、オッケーオッケー。敵になったらなんか嫌なやつだけど、この2人味方になったら心強い。とはいえね、通用するの多分この辺までだと思うんだけど、上に行けば行くほどこいつらの雑魚になってくるから、立花兄弟も最高。モデルはテクラモリ兄弟だからね。マルシャン君、丸だか三角だか四角だかよくわからんけども、ニッタに預けるか、ソリマチちょっと行ってみる。ソリマチ、ビタ止め、もはや通用しない、もはや通用しないぞ。マジか、お前奪ってこい、お前ボール。マジか、もはやか、ビタ止めだよね。弾くでもね、ビタ止めだもんね。ここでダマになった、反則だよね、もう完全に。もうよし、行こう。2番が近いぞ。2番が近いけど、よし、ニッタ行きます。 OK、 これフリーでボール持てるでしょ。トラップ、 OK、 行こう。1対1、 OK。 アモロ君、アモロレイです。いけー、早草シュート。親父にもぶたれたことないのに。よーし、オッケー。いやー、やめてー、危ねえ、危ねえ。よし、まあなんとか途中でボール取られたけど、なんとかね。あ、来た、遅れてごめんね。ミサキ、フランスは強敵だ。君が来てくれて心強いよ。これ見すぎかな。ピエールとナポレオンが抜けてるって聞いたけど、あ、じゃあ雑魚じゃね。見ての通りだ。君なら何か知っていると思ったんだが。じゃあ雑魚だわこれ。話は後だ、美咲、カルカップしておけ。すぐに使うかもしれんぞ。オッケー、はい。まあ試合が動いたら美咲が加入するってことだから、いや、もうすぐ行くでしょ。すぐよ。美咲はね、もうフィニッシャーいけんのよ。美咲はフィニッシャーとしてもいけるから、前に置きたいんだけど、どうしよっかな。反町アウトだな。チェンジ、反町アウト、美咲インでいきます。いや、美咲来たのは心強い。でサイドで使うのちょっともったいない気がするんだよな。ちょっともったいない気がするね。いや、でもまあまあ、とりあえずいいか。チェンジ、8番を三崎にします。で、7番を三杉にする。これでも強力な右サイド、もうこれ右サイドばっか使ってこれで突破していくから、これで OK じゃないか。中盤はもうあれだよね、三崎と和夫と正雄、ここに任せる。三崎はもう8番右寄り、もう常に右寄りで攻めます。左サイドは使わない。まあ、松山との距離が近い11番に置くっていうのも手なんだけど、まあ、こっちの方が切り込んでいきやすいんで、これでいこう。ちょっとちなみに、レベル、美咲の能力もう一回確認ね。いや、強いね。ドリブル43、パス42よ、これね。必殺技もいっぱい持ってるしね、自分で打てるしね。いいよね、いいね。この44、42のこのね、2人がね、右サイドを駆け上がっていく。
行きましょう。もうね、軽くアップしておけってね、もう言ってたけども、もうっていう感じだよね、これ。ね、使う、お前を使うかもしれないんで、いや、もうっていう。全然アップしてねえよっていうね、美咲のこのグダミキが聞こえてきそうですけども。最後、これでね、こいつら二人はね、ディフェンスにまた専念できんのよ。ミソリタックルだ！いいね、背景が青い。もうジャパンブルーにはもうね、うってつけの、オッケー。さあ行くぞ。こうなればだいぶもう、気持ち楽よ。カミソリパス、さあ行こう。さあ行こう。ミスギか、それとも、ちょっとね、ミサキとミスギの距離がちょっとあるけども、ミサキに渡して、中央突破していくか。それと、ミスギに渡して、松山とか、新田上がってくるの待つか。いやー、ミサキだな。もう早速使おう。オッケー。よーし。いや、まあまあ、カットできないでしょ、これは。まだ。まだ大丈夫でしょ。さあ、3連勝に向けて、行こう。さあ行け。ここでもう岬だったらさ、パス通るんじゃないのこれ。ディフェンダー相手もどうよ。ネイル君、ネイルアウトのネイル君、ラベル君、もう表紙ラベル君。松山キャッチ、オッケー。マッツン行くぞ。マッツン、さあもうここで打ちます。マルシャン君、丸だかバツだか三角だか知らんけどもよ、ここで決めるんだ。モザイクシュート、さあ来い。1点ドロー、よーし、いいね。美咲の加入でさ、本当に一気にチーム力上がった。これでもう翼ヒューが来た日にはだよ、もう5連勝6連勝ちょっと目指していきたいよね。この親善試合はちょっと全勝でいきたいな。さあ岬どうする、タックルいく、割とドリブルでくんじゃねこいつら。ランソン君、歩いてるランソン君、くそー、ダメか、なかなかやるな。岬のタックルをかわすとは。必殺タックルじゃなきゃダメですかね、これどうなんだろう。こういう場合はあれだよね、もうミスギパスカットいってもいいかもしれんな。どうだ、やっぱドリブルで来るわ、割と。オッケー、拾え。よーし、ジト、お前が拾うのか。ジト、お前なんでここにいる、結構前だな、お前。お前、ほんと、今度はこの辺にいなきゃダメなんじゃないか、お前。なぜそこにジトがいる。ミサキ行きます。オッケー、さあ3点目いこう。3点目、もう何度も言うけども、キャプテン翼において2点3点っていうのはセーフティーリードにならないから、きっちりね、きっちりもうここは点数取れるときは取っといてリードを奪う。キャプテン翼においてセーフティーリードなんて存在しないから。よーし、オッケー、高いボールキャッ、もう打っちゃおう。オーバーヘッド、美咲のオーバーヘッドだったらもうそこそこ期待できるぞ。これどうだ、よーし、いいね、素晴らしいね、いいチームになってきたね、だんだんね。さあ行こう、ネイル君。もうだってナポレオンとさ、ピエールがいなかったらもうね、ただの強豪チームよ、フランスは。あの二人入ってきたらやべえんだけど。ボッシ君ね。おっと、ワンツーだ。相手をまずはね、1点取りに来てる石崎君。シュート打ってくるかな。顔面ブロックいきます。シュート打って、あ、来た、オッケー、顔面ブロック。くそったれー、いいね、顔面ブロック。
いやー、石崎男だわ、本当に。いや、またジト。ジト、お前、なぜそこにいる？ジトのね、このね、フォロー率がまた、素晴らしいね。さあ、ちょっと岬負荷かけちゃってるから、ここで見すぎを使うわけですよ。ね。こういうことですよ。こういうことなんです。岬ばっかりちょっとゲームメイクさせると、この岬がへばるんで、こういう時にこの見すぎが生きてくるっていうね。ただ見すぎはガッツの減りが激しいので、まあ一時的な、なんていうかね。まあ第二の司令塔みたいな形でやってもらうっていう。高いボール来てるね。もうハイパーオーバー行きましょう、もうこれ。打っちゃおう、打っちゃおう。マルシャン君。ザ・フランスって感じ。こぼれちゃった。ザ・フランスって感じの名前ではね、マルシャン君。フィリップ・トルジエ。朝尾がついた。タックルかな。基本ドリブル多いっすもんね。割とね、なんだろう、パスでつないでくるっていうチームがね、今のところあんまりない。オッケーオッケー。しかも今このフランスポイントゲッターが今いないから、だから割とねドリブルで来るんだよね。わあ、ガッツ減っちゃってるわ。ハイパーオーバーの分減っちゃってるわ。まあしょうがない。よし、さあさあさあ、どう展開する？どう展開します？新田が行くにはちょっとなーって感じだけども、ディフェンス。ああ、でも低いボール来ちゃったか。行くか、ハヤブサボレー。久しぶりに。もう打てるときには打っとこう。高いボールだったらトラップしようかなと思ったけど。見すぎよくわかってらっしゃる。マルシャン君。オッケー。さあ、どうなる？さあ、どうなる？よーし！いや、いいね。現実世界もね、こうなってほしいよね。フランスにさ、こう4対0で勝つみたいな。ね、現実世界の、ね、日本代表もね、こうなってもらえればね、楽しいよね。まあ、せめて親善試合とかでもいいからね。こうなるとさ、ワールドカップとかすごいワクワクしてくんだよね。マサオくん、ジャンプ届かない。ボッシくん。ボッシくんに、まあ、基本こいつがゲームメイクするのかな、このメンバーは。よし、これは3連勝もらったでしょ。現段階で4対0だったらね、森崎全く出番ないよ。森崎守備がね硬いからね。三崎493、マサを使ってもいいけど、笛か。いいんじゃない、いいんじゃない。3連勝に向けてもうこれ以上ない前半ですね。じゃあちょっとガッツ確認して。オッケー、松山全開だわ。まだまだ全然いける。松山に行った、松山に行ったみたいな感じで打たせてもいいもんね。で、ここへばってきたら岬見すぎがちょっとまた一発打つみたいな感じでいけば、全然ガッツ使い回せるわ。オッケー、行きましょう。さあ、こっちからのボールだ。正雄キャッチ。岬行きます。さあ、行きましょう。岬見すぎの黄金の右サイド行きましょう。あ、でも距離あるな。ちょっと見すぎがちょっと前に行き過ぎだわ。ちょっと行き過ぎだ。岬を信用してなのか信頼してなのか分からんけども、ちょっと距離詰めてくれ。距離詰めてもう一回見すぎ。見すぎはちょっと消耗が激しいから、あくまでも見すぎがへばった時に見すぎを使う。そしてここでワンツー、ワンツー、見すぎとのワンツー。ほぼほぼこれもカットできないでしょ、この2人のワンツーは。マルソー君。オッケー。いいね。さあさあさあ、マッツンが待ってるよ。マッツン、タックル効かねえんだよ。オッケー。
さあ低いボールボールン君トラップいけるかな。いやもうここはもう4対0で勝てるからトラップしていっていいんだ。オッケー、こぼれてもいい。新田低いボール、新田低いボール打ちたい打ちたいけど、いや松山で、あくまでもガッツ松山使わせる。ここは打ちたいけどね。またかマルシャン君、マルってつけず多いな。マルソーだのマルシャンだのマルヤマだの、ちょっと待って、いっぱい、ちょっとなかなかちょっと新田ちょっと、あ、新田じゃねえや、松山打てないな。ラベル君表紙、表紙が表示か。トラップいった、3度目の正直行こう。来たね、アモロ君、アモロ行きます。ここだ、ここで決めるんだ、行ってこい。オッケー、5点目いただきだ。よし、オッケーオッケーオッケー、今回は楽勝でしょう。いいね、これでさ、今度本戦入ったらあれなんじゃない、めっちゃ強くなってくるんじゃない。今度多分ね、流れ的には今これ親善試合やってで予選始まって本戦で終わりだと思うんだよね。どうすっかな、ボール取りに行きますか。見すぎに行ったちょっと、見すぎ見ったはちょっと使わないで、松山イーグルタックル、パスか、マジか、ちょっと失敗だな。これまだガッツ使ってるもんね、イーグルタックルの分。まあしゃあないね。ボッシ君、さあ高杉君、どうだ、かわした、やばいな、森崎の出番が、なんでサーブルノワール、ボッシ君こんな隠し球持ってたんか、楽勝かと思いきや、サーブルなんとかで出たじゃん、もうなんかフランスっぽいもんね。やられたなこれ、ボッシ君の隠し球、完全にちょっとこれなめでかかってましたわ。いやーこれちょっとまだ4点差あるけど、あれ連発されたらちょっとうちの森崎は厳しいっすよ、ちょっと厳しいね、点数取りに行かなきゃだ、これちょっとふざけてる場合じゃねえわ、今の一発で目が覚めたっていう感じ、ちょっとこれはまずい。さあ右サイド使うふりしてこの中央突破していくから大丈夫でしょ。ランソン君、歩くランソン君、マジかよ。あー、似てないです、フォロー。いやー、やっぱ、美咲だけの能力ってわけでもないのかな、ワンツーの。返す人の能力って、やっぱりこう、反映されてるのかもしれないっすね。ってなると、うわー、パス出せねえわ、これ。新田はちょっとなー、パス出したいよなー。松山か、松山もね、パス能力じゃそんな高いわけじゃないからね、まあ、ただ新田よりは高いけど、海江君、危ねえ、この辺でビータ止めとかされたらさ、またちょっと怪しい雰囲気になるからね、点差あるとはいえさ、怪しい雰囲気になるから、美咲使います。OK、まあ、ゆくゆくは多分ね、翼とヒューガしかもう点数取れなくなると思うんで。この辺の三崎とか三杉とかもう完全ドリブラーに移行しちゃうんだけど、かわせるでしょう。オッケー、バランス崩しながら危ないけど、オッケーオッケー、やっぱタックル来てもなんとかかわせるっていう、そういう状況。よし、松山もう一発打たせよう、うまいセンタリング、オッケー、トラップいきます、変化したら打ちます、よし。さあ点数取れるとき取っとこうぜ、相手も一応必殺持ちいるからさ、うちの森崎はまあ必殺シューターには弱いからね、まあ、必殺シューターでなくてもね、もうちょっとね、うちの森崎はね信用ならんからね、うーわー、押し込めないか倒れている、じゃあもう普通のボレーでいいんじゃね、
弱体化されてる。よし、入れ入れ入れ、オッケー。うわお前、お前くそー、マジか。あれだな、カルロスはもうこんな気持ちだったのか。売っても売ってもポストっていう、こんな気持ちだったのか。モーリス君届かない。立花兄弟のパスもちょっと怪しげなところあるからね。いやーでしょでしょでしょ、倒れているからと思ってさ、弱体化されてるから早く攻めたかったんだけど、こうなるのよ。やっぱ後半になったらさ、得点のなんつーのちょっと失速してきたよね。ちょっとカエルで行ってみますけど、さあ誰使うか。見すぎ、松山に行った。まあ、松山するのに行ったかな。いや、いやいやいや。待て待て待て。ちょっと待て。ここにはまらんな。新田ここだな。で、またスルー作戦で行こう。パース。カミソリパース。はい、ここね。岬。岬を取りに使っての、ニッタ低いボール、あ、いいね、これいいね、はやぶさボレーいける。まあ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 いいでしょう。3分のね、3分の2の確率で1点取れるから。じゃあニッタいくか。ニッタ左、よし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 、オッケーオッケー。前半で4点取って後半2点、まあ残り8、まあでもこんなもんか。得点ペースでいけば。さあ帽子くんはちょっと注意しなきゃいかん。帽子くんはね、いやもう新田もタックル行こう。ここ君は絶対もう打たせちゃダメだ。いいよいいよ、もうこれで時間使おう。時間 OK。 さあいいね、一気に3分、4分です。残り4分。さあもう出し切るぞ、ここ全てを出し切るぞ。ネイル君ね、最長老の付き人ネイル君。ジート来た、ぶっ飛ばせぶっ飛ばせ、こら飛ばしてやるたい。さあどうだ、食らいやがれ。完全に反則、ずるいよねこれね。こんなのもうサッカーじゃねえよっていうさ、ね、もう知らねえんだよ、そんなことは知らねえんだよ俺は。これがキャプテン翼なんだよ、これがキャプテン翼なんだ。マルソー君危ない、これもねキャッチされる可能性あるからね、自投のパスだと。さて松山も使えないから新田かな。新田ですね、 OK。 最後もう何だったら岬も走ってってさ、もうドリブルで行っちゃってもいいぐらいなんだけど、よし、もうここで新田渡します。 OK、 渡してしまいます。ではすぐワンツー、すぐワンツーで低いボールが来ればもうはやぶさボレーいきます。 OK、 よーし、低いボール来い。多分これは大丈夫だと思うけど、岬の返したボールだから。 OK、 低いボールいきます。7点目いってこい。どうだ、うわー、なんかいまいちさ、新田って読めないんだよな、いまいち読めねえんだよな。なんかさ、いや自動のセンタリングはまずくない、カットされるような気がするけど、どうかな。フェルベール君
もうなんとかベール君もなんかあれだよね、フランスっぽい感じの名前だよね。アモロ君倒れている。ハヤブサボレ、もう一発いきます。もう打ち尽くせ、銃弾は全部もう打ち尽くせ。蜂の巣にしてやるんだ相手チームを。オッケー、よしよしよし。やっぱりね、圧倒的戦力をぶつけるときはもう圧倒的にもうねぶつけ続けなきゃいけない。オッケー、よーし3連勝。なんとかですね、なんとかかんとか、ね、あ、サナエちゃんじゃないこれ。みんなお疲れ様。あれ、ヨーコさん、ヨーコさんか。どうしてここに。みんな同じ顔なんだよな、サナエちゃんもヨーコさんも。石崎くんに会いに来たのよ。本当ですか。うっそ。ハラ、なんだこれ、なんだこのやりとりは。遅くなっちゃったけど、これから全日本ユースのマネージャーとして頑張らせてもらうわ。いや別にいらないっすけどね、協会の方々のあのサポートがあればいらないっすけどね、マネージャーとか。むしろ危険だからね、この男の中に女が一人みたいな。よっしゃ、まあとりあえずは連勝、アメリカが。オッケー、じゃあ次はアメリカ戦頑張っていきたいと思います。そろそろ翼とかヒューが入ってきそうな気がするけどね。うん、三崎が来たから、まあ次ヒューがで、その次翼とか、なんかそういう流れなんのかなっていう、気はしますけど、まあ果たしてどうなることやら。はい、そういう面も含めてね、次回以降もお楽しみにしてね、いただければなと思います。はい、じゃあとりあえず今回ここまでにしておきます。ご視聴ありがとうございました。